はい、どうもこみです。さて、本日はこちら、つむぎくみさんからお届けしていきたいというふうに思います。で、今日のね、動画なんですけども、これね、CWL の、サマーマッドネス、プレミアっていうクラスのね、大会があるんですけども、まあ、詳細ちょっと省きますが、まあ、要は、ミックスクランの世界大会の一周ですね。で、これのね、準々決勝でね、このシックスセンスさんに負けたんですね。いやー、めっちゃ悔しくてね、僕は選手としてではなく、ストリーマーとしてお貸してもらってるんですけども、もう最高の方とかって、もう20人ぐらいが、チャットインして、もう本気で、もうクランとして勝ちに行っていたね、勝負だったんですけど、あと一歩ってとこでしたね、本当に。まあでも本当ね、ちょっとまあ今日の本題とは少しそれるんですが、タンゴールジュニア13やってる方で、もう本当ガチのね、世界クラスの勝負を味わいたいって思っている方がいたら、つむぎ組さんはかなりおすすめです。まずまあメンバーがすごいんですよ。こう見てもらうと分かる通り、宇治抹茶さんとか羊さんとか、みやびさんとか、バリさんとかね、ザワチンさん、まあまあ、もう上げたらキリがないですよ。もう上から見ていっても有名選手しかいないって感じ。で、12、13、もうそういった方のアカウントのサブアカが結構あったりするんですね。で、もう本当にもう日本トップ、世界でもトップを張れるぐらいの実力を持っているミックスクランなんで、ここね、誰でも入れるってわけでもないと思うんですけども、ぜひね、目指してもらえたらいいんじゃないかなと思います。雰囲気も結構いいですよ。リュウキさんっていうね、リーダーの方がいらっしゃるんですけども、本当暗め思いですんで。というところで、ちょっとクラン宣伝が若干長くなりましたが、今日はですね、この対戦の中で輝きを放っていたクイヒを見ていきたいというふうに思います。でね、クイヒって、まあ、そのままさっと流しちゃうと、あ、うまいなーで終わるテクニックだと思うんですよ。だけど、そこをあえていくつかのパートにこう掘り下げていって、話をしていきたいなというふうに思っていて、今日合計6点ですね。クイヒのポイントについて話をしていきたいというふうに思いますので、最後までご覧いただけたら嬉しいです。でですね、まず見ていきたいのはこれですね。タゴル12からいきましょうかね。はい。で、このアタック、まず見ていきたいんですけども、クイヒをやめたって言いながら、クイヒめっちゃうまいんだけどね。このね、プランニング、どういうプランニングになってるかっていうと、クイヒ、ここ、3時4時方面から始めていって、ガーッとタウンホールに向けていきます。で、残ったパートを、ここね、ディガーとホグライダーですね。これで回していくっていう感じのプランになるんですけども、注目すべきはクイヒパートですね。ここに関して見ていきましょう。きっちりここ、今回ロイヤルゴーストが使えたんで、カットをしっかりやっていきますね。で、この部分までしっかりカットを加えて、クイーンがまっすぐこの壁の中に入るように仕向けます。さらに、このつなぎ目のところを開けて、クイーンがこういう風に流れていってくれるようなルートを目指すんですけども、まあ残念ながら今回ね、ちょっと、そううまくいかずに、こっちの大砲とかの方に一回クイーンが寄っちゃったんで、もうこの壁を殴ります。ここの壁をね。なんだけども、まあまあ、結局通したいルートは変わんないんですよね。で、これから何が言えるかっていうと、アーチャークイーンを使う場合って、壁の中をえぐっていかなきゃどうしようもないんですね。モタンホール12以降は。8や9、まあ、9、8はないか。9とかだと、まあワンチャン壁の外側をこう回すとか、まあいう方法もあったんですけど、ほぼほぼもうその形っていうのは12になったらもう使えないかなっていう感じ。まあ10とか9でもそうめったに使えるわけでもないんだけど。で、そういった時に壁をね、ちゃんと活用しましょうってことなんですね。これ、こういう風に壁があるじゃないですか。この壁。この壁をアーチャークイーン基本的には越えないので、壁に沿って、こうね、ぐい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 タウンホールの方に押し上げていくんですね。そうすると、きっちり援軍処理をしながらタウンホールを壊すことができるということになるので、その後出てくるホグライダーやディガーたちが、この、まあ、天敵となってくるタウンホールと防衛援軍に当たらずに済むんですね。アーチャークイーンがここで落ちていきますけども、だけど、もう仕事量は十分じゃないですか。こんな形で残ったディガーとホグライダーが全部回収しきって終わりという形になります。で、もう一回、このアタックのポイント、何かというと、壁を利用しましょうということなんですが、しっかりとこの壁の中を通す、どこの壁の、区画を通していくかってことを考えるんですね。今回では、ここと、まあ、ここと、真ん中のここ、あとここと、こういうふうに、合計で何個これ、これ何個あるのかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9個ありますよね。で、この9個の区画のうちのどこを通すかってことを考えるんですよ。
この部分とこの部分とこの部分っていう風に、で別にそれ以外の角っていうのは自分であえて壁開けなければ行きませんのでね、アーチャークイーンって行かないので、行きたいところ、行かせたいところにだけこうね壁に穴を開けていって、こんな風にでそこに誘導していく、まあ、今回こう取んなかったけども、こういうような形で、壁をうまく使ってアーチャークイーンを、行きたい方向に向かわせていくっていうのがもう食い火の基本中の基本です。でこれが別に外周ではなくて中にこう入ってくるのもあるんですね、こういう風にだったり、こういうルートを取っていくっていうケースもあります。まあ、結構レアですけどね。そういうように、まあ、ジャンプの呪文を使ってもいいんですけども、とにかく壁を利用する。これが、これから見てもらう空気すべての基本になるので、まず押さえておいてもらってポイントかなというふうに思います。で、2本目見ていきましょう。2本目はこちらですね。さっき言ったね、壁の中っていうところをもっとドラスティックにやったのがこれですね。こんな風に、ディガホグを使う場合って、壁のやっぱ、村のね、中心部分、ここっていうのがすごく邪魔になるんですよ。例えば、ディガホグライダーをこういう風に展開、バーンってしていった場合、ここまで仮にクイーンがカットできたとしても、こういう風にね、できていたとしても、こうなっていたら、中とまっすぐと二手に分かれちゃいますよね。こういう風に、まあ、ディガーとホグライダーがここから来る前提ね。分かれちゃうようなことが起こると、ヒールの呪文を1箇所2箇所ってこう2箇所に分けなきゃいけないから呪文の消費が激しくなっちゃうんですね。で1個の呪文の中に入るユニットの数も、知れてきちゃうのであんまり美味しくないと。でここでどういう風に、するかというのがポイントなんですけども、こんな形でですね、アーチャークイーンが向かっていきますよね。向かっていく先のところっていうのをきっちりと、ディガホグで潰していくんですよ。こういう風にここにディガーとホグライダーを出すことによって、アーチャークイーンがこっち、九時方面流れましたよね。それを見てからジャンプをかけて、ディガーホグライダーを当てることによって、アーチャークイーンが中心部分にきっちりこう向かうルートを作っている。これ、ね、アーチャークイーンが今壁の中にこうスムーズに入りましたけども、別にですね、これ、アーチャークイーンがもうちょっとこっち側の、このタンクとかに寄っちゃったとしても、あんまり問題ないですね。寄ったとしても、その後来るディガーホグたちが、ここの部分をこうカットするので、アーチャークイーンは自然ともうこう壁の中に向かわざるを得ないですね。これジャンプの呪文効いてるんでっていうような形で、ポイント2つ目っていうのは、ジャンプの呪文を使って中心部分に入れていくとかね、まあそういうようなパターンを作っていく場合、まあこの壁をこれが1層だったらウォールブレーカーで開けてもいいんですけど、そういうようにね、中心部分に入れていく場合っていうのは、本体を使って、今回ではディガーとホグライダー、この本体を使って、アーチャークイーンのルートを強制していくっていうのが、結構便利で使えます。まさに今回のパターンはそうですよね。アーチャークイーンが、こう、九時方面に向かってきたところで、ディガーとホグライダーがこういう風に、向かっていくことによって、ディガーとホグライダーね、向かっていくことによって、アーチャークイーンは、もう自然とこう、トゥ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 とこうね、真ん中に行かざるを得ない。九時方面進めなくなるんで。そうすると、クイーンが中心部分壊してくれるんで、ディガホグは外周部分だけをぐるっと回ることができて、グランドオーデンの、能力範囲内だったり、ヒールの効果範囲内にしっかり入って、呪文だったりの恩恵を 100% 受けることができるという形になるわけですね。これがやっぱりですね、ディガホグを使う上でもそうなんだけども、クイヒーを使う上で結構重要なポイントです。クイーンが向かっている方向の施設を潰しちゃって、そっちにクイーンが流れたくても流れられない状態を作っちゃうっていう、このルート強制っていうのは、本当にね、まあ、特にもディガホグをする場合には重要なんで、覚えておいてもらうといいポイントかなと思います。これが二つ目ですね。さて、ここからですね、かなりレベルが上がってきます。さらにレベルが上がります。次見たいのはこれですね。ナチュさんのアタックかな。はい、これ。で、今回はディガホグではなくて、ドラゴンライダーを使っていってるんですけども、このドラゴンライダーね、使う場合には特にこういう形をよく取りますっていうやつですね。まあ、今までのクイヒーっていうのは、タンホール12だったってこともあるんですけど、クイーンで中央部分までこう持っていったり、奥までゴリゴリ進めていきながら、逆サイドをキングで、そのクイーンとキングの間にディガホグを出していくみたいなパターンだったんですけども、これ、どんな風に組んでいくかっていうと、クイーンをこう通していくんですよ、この辺に。通していくんだけども、そうすると、タウンホールだったり、マルチインフェルノからダメージ食らっちゃうじゃないですか、アーチャークイーンが。挟み撃ちにされちゃうんですね。で、これをどうするか。キングを使ってタウンホールを壊します。で、ロイヤルチャンピオンを使ってこっちのマルチを壊しますと。
いうことで、中央突破をしようとしているアージャークイーンを残ったヒーロー2体でカバーしていくんですね。まあ、カバーというかサポートかな、こんな風にしていくことによってアージャークイーンが横打ちをされないで、かつこれキーンがしっかりタンクホール壊せばもう星2を確定させることがほぼほぼできるわけですよね。なのでその後の大事故っていうのも起こりにくいと。これもアージャークイーンがクロスのターゲット範囲内に入ろうとしますね。でさらにマルチの攻撃を受けてましたけども、これをロイちゃんがこう倒すことによってアーチャークイーンは目の前の防衛、この辺の防衛だけからしかダメージを受けずに済むということで、体力管理が楽になります。で真ん中にしっかりジャンプで入っていくっていう感じですね。レイジを効かせることができていれさえすればもうそんなやられる要因はないかなっていうところですね。はい、これですね、今、トームがかかっちゃってますけども、ストライカーにも本当はこれトームをかけてアーチャークイーンを、まあ、トーム状態でストライカーを落とすっていうプランだったんじゃないかなと思います。まあ、それぐらいやっぱね、クイヒって常に目を向けておかないといけないので、他のパートと同時並行で進めざるを得ない場面が増えるんですね。まあ、っていう点で難しさがある戦術なので、この積み組みのメンバーでもこういうね、細かいところでミスが起こったりっていうのはあるんですけども、ただまあやっぱりプランニングで今言ったようにちゃんとアーチャークイーンが横打ちをされないような、防衛施設の壊し方を、したりとかすることによって、まあ、細かいミスが多少あっても、まあ、そのプランの力で押し切っていけるような形が作っていけるっていうところですね。まさにそれを今回見せてくれているこのクイーンの塩突破、まだ生きてますからね、これアーチャークイーン。しっかり最後まで生き残って回収もやってくれるというところですね。こっちの、テスラとアーチャーと、これ結構ね、体力がミルになっているこのドラゴンライダーだけときついんですけども、アーチャークイーンがこれにヒーラー付きでアプローチすることによって、もうどうにでもなるというぐらいのね、なんだ、威力が、まあ、この終盤で残っているので、圧倒的な展開に持っていけるというところですね。はい、ではね、今回の2つの、ポイントですけども、この部分の、あ、1個言い忘れた、ごめんなさい、もう1回言っておきますね。これ、ここね、これ、今見えました、これ。もう1回流しますよ、もう1回。これね、1個言い忘れた、ごめんなさい、すげえ大事なポイント。壁開け。こういうアーチャークイーンを入れる場面で、この壁を開けたいんですね。ここにこう入れていきたい、投石を狙いたい。でここに当てようと思うと、1個ここに当てて2個目をここに当てるっていうスーパーボールブレーカー2体使わなきゃいけないんですよね。でもこれもったいないじゃないですか。なので何やってるかっていうと、ここから出すことによってこの部分の壁につけようとしてるんですよ、こういう風に。でつけようとするんだけど、つく途中でこれ投石機の攻撃範囲内に入るもんだから、投石機が、はい、これターゲット取ってここで爆発するんですね。でこれでこの部分の壁開けるんですよ。まあ、これはね、別にできなきゃいけないっていうテクニックではないと思うんですけど、だけどこういうその壁開けの工夫っていうのも、できるとよりクイヒーのプランニングがやりやすくなるっていう点で、覚えておいてもらってもいいかなと思います。これが、3つ目で、4つ目はさっき言ったヒーローを使ったこの両サイドですね、のカット。クイヒがどこのルートを歩いていくかというところを見極めながら、その両サイドを、キングとロイちゃんでカットしていって、クイーンの被弾を抑えていく。で、さらにこれがカットできることによって、クイーンがこっち方面にも行かなくなるんですよね。行かなくなるので、狙っていた方向にきっちりこう、進ませることができるというところですね。はい。で、これが4つ目です。では、最後。5つ目と6つ目行ってみたいというふうに思いますが、これですね、これ宇治抹茶さん、このね、2つは結構すげえと思う、正直言って。キングで、ここの投石を狙っていきます。こんな風にね、狙っていってアーチャークイーンを、ここのルート通していくんですけど、こんな風にガーッと通していくんですけども、まずヒーラーつけないんですよね、アーチャークイーンに。これなんでかっていうと、キングが近くにいるんで、今ヒーラー出しちゃうとキングに、このバーバリアンにヒーラーが行っちゃう可能性があるわけですよ。でなのでちゃんとキングとアーチャークイーンが遠くに離れて、でかつアーチャークイーンが被弾した段階できっちりヒーラーをつけていく。このストライカーをね、ちゃんと当ててるとかいうところも、まあ、ポイントなんですけども、まあ、それは、まあ、基本かな。今回、その特殊テクニックみたいなところで話をするべき問題じゃないかなと思って、一応この6つからは省いてますが、この援軍書でも本当はすごくうまいです。はい。で、そのヒーラーをつけるタイミングですね。
あえてそのキングが出てたりとか、あとイエティとかね、ユニットがいて、アーチャークイーンにヒーラーがつかない状態ではヒーラー出さないと。でアーチャークイーンにヒーラーがつく条件っていうのは、アーチャークイーンの、ヒーラーを出したその近くにアーチャークイーンがいるということがまず1点当然ですね。でさらにアーチャークイーンの体力が減っている、これが2つ目です。でこのアーチャークイーンの体力が減ってない状態で、キングとかがねもうすでにそこに出ていてダメージ食らってますみたいな場合は、ヒーラーが回復ターゲットをキングにしちゃいます。なので、そういう場面ではヒーラーを出すのを少し遅らせるというところですね。でさらにこれねカットです。ここのカット今見えましたかね。これアーチャークイーンがこういう風に進むようにカットしていて、さらにボムタ、スーパーウォールブレイカーで壁開けてるんですよね。これちょっとねもう一回、ここまでがすごく大事なんでもう一回見ていきましょう。あのアーチャークイーンの今言った、クイヒーにする前の段階のところからもちょっと見ていきたいと思うんですけども、まずキングを出して投石をカットしていく。これね投石が残っているとこの壁の外から投石打てないんですよ。ここからねクイーンが打てないので、なんでキングでこれを先潰していきます。はい。でまあ、さらにワンチャン援軍も釣れますからね、アーチャークイーンがしっかり、余裕を持って援軍しろもできるようになると。でさらにクイーンも倒せるって感じですね。これ大きいな。で、アーチャークイーンこれヒーラーをつけますね。ちゃんとダメージをこう受けてる状態で出していきます。さらにここスニークゴブリンでエリポンカット、エリタンカカットしてるんですよね。これなんでかっていうと、カットしておかないとクイーンがこっちに出てっちゃうからです。こうならないように中に入るようにしっかりとカットをしているというところね。で、援軍処理を決めていってから、ちゃんと予定通り大砲ターゲットを取って、でさらにその後ろのシングル IT にターゲットを取っていくと。これ外周回っちゃうとシングルに打たれ続けちゃってクイーンがそこで落っこっちゃいますので、そうならないようにしますね。でここに入ったからこそイーグル砲を打てます。でイーグル砲ってね、この、内側に入っちゃうとそのユニットターゲット取れなくなっちゃうんですよ。なんでアーチャークイーンのターゲットがつかなくなって、一番近くに、一番まあそれ以外の、高密集ユニット隊、まあ、つまりこの、ヒーラーをターゲットしちゃったってことなんですけども、でさらにスーパーボールブレーカーでこの壁を開けていく。でその、裏ではここね、イエティとあとホグで実はここカットしてましたみたいな感じね。ここなのでアーチャークイーンはぐーっと行って、ぐーっと行って、ぐーっと行って、こう入っていくわけですね。これカットできてるんで。で、タウンホールまで行くというところ。でこの先を読んだカットですよね。どこの施設を壊しておけば、アーチャークイーンは、この壁の外から、この壁の中から出ないか。さっきの1本目のリプレイって、これ壁がみんなこう繋がったんですよね。だからこの心配なかったんですけど、今回の宇治さんが攻めてる村って、ここが開いちゃってるもんだから、アーチャークイーンが飛び出てたんですよ、こういう風に。で飛び出ることを誘導してるんだけども、飛び出さないためにどこの施設をカットすればアーチャークイーンは壁の中を歩き続けるかっていうところをきちっと見極めて、そこをピンポイントで潰していくことによって、アーチャークイーンがそのタンクスみたいにターゲットする施設をこう次々追っかけながら壁の中を出ないように進んでいくという、この形を作るっていうところですね。まあ、これが合計6つ目です。1個目からおさらいしていくと、まずは壁を使ったルート作りをやっていきましょうというのが1点目で、2点目は本体を使ってアーチャークイーンが進んでいるところのね行く先から当てることによってルート矯正をしていくという、でそれでアーチャークイーンを中央部分にどんどん向かわしていくみたいなねパターンっていうのが、まあ2つ目のポイントで、3つ目っていうのは、壁を開ける、やっぱね、その開け方にも、まあ、単純にスーパーウォールブレーカーがつかない壁っていうのがあるんですよね。そういう時には少し工夫を凝らしてその壁を開ける方法っていうのを知っておくと結構便利だったりします。これが4つ目で、5つ目っていうのは、ディガオの場合はあんまなくて、クイヒーラバルとかドラゴンライダー使う場合によく見られますが、キングと、ロイヤルチャンピオン、アーチャークイーンの両脇に出していくことによって、アーチャークイーンが中央を、突破できるような形を作っていく。で、両脇が潰れているから、そっちに逸れることもないし、そっちの、その両脇の防衛からダメージを受ける被弾もなくなる。で、このパターンを作っていく。これが4つ目ですね。
で、最後このね、宇治さんのアタックから分かることっていうのは、ヒーラーをつけるタイミング。もうクイーン出したらすぐヒーラーっていう風に条件反射でやるっていうのも、まあ、自己リスクを減らす上では、まあ確かに、いい方法かもしれないですけども、もう一歩上を行こうと思うんであったら、周りにヒーラーがターゲットしちゃいそうなユニットがいないかどうかちゃんとチェックして、いる場合にはアーチャークイーンがちゃんとダメージ受けてからヒーラーを出すというね、この出す順番っていうのも、だけではなく出すタイミングっていうのもめちゃ重要。これが1つ目です。で最後6つ目、アーチャークイーンがパンクスみたいに施設をこう追っかけられるように、どこの施設を壊したらアーチャークイーンは次どう動くかっていうところをきっちり見極めてから攻めるっていうのがね、合計6つ目最後ですね。まあ、これは初見だとテスラとかできちゃったり結構難しいんですけども、今回 CWL はね、2回攻めができるので、まあ、初見で攻めているというところもあって、こういうテクニックが使えますし、まあ、初見であってもそういうリスクをね、ある程度織り込んだ上ででもちゃんと、施設のカットをしていくことによって、アーチャークイーンのルートをきっちり作っていくっていうね、こういうルート作りのためのサイドカットっていうのをどれだけ先んじてどんどんやっていけるかっていうのもポイントになりますので、この合計6点ですね。タウンホール12、13。の、クイヒーなんとかっていう戦術をするんであれば、ぜひ、覚えておいてもらいたい合計6点の、ポイント、今日お話をさせていただきました。ご参考になれば幸いです。というところでですね、本日の動画を終わりにしたというふうに思います。ちょっと長くなっちゃいましたけども、ご参考になって、おりましたでしょうか。まあ、こんな形で、僕のチャンネルですね、クラン対戦の買い付けの動画中心にやっております。今回12、13でしたけども、14も当然扱っておりますので、この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日この辺で動画を終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。